こんにちは田中雅です私ですね、フリーランスで構成作家、リサーチャー、ライター、翻訳家などをやってるんですけれども、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生活していて思ったことをどしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、本日取り上げたいトピックは、オーストラリアが SNS を16歳未満の利用を禁止する法律を、 決定したということについてお話しさせていただければと思っております。こうやっても皆さんご存知の方いらっしゃるかと思うんですけれども、11月29日に16歳未満の子どもたちによるソーシャルメディアの利用を禁止する法案を冒頭のように可決したと、オーストラリアが。で早くても12ヶ月後、1年後ですね、にこれが禁止措置が施行されると。 であのまあ、違反したテクノロジー系の企業、例えば X であるとかメタであるとかが、この法律に違反した場合は、まあ、5000万5ドル、まあ、だいたい50億円ぐらいですかね、日本円でしたら、まあ、罰金が課されるっていう可能性があるということなんですね。あのまあ、お子様とか親御様、保護者には罰則は特にないと違反したとしても。 であの一応、これが世界中で話題になっててあの、まあ、賛否両論、えー、相次いでいるんですよね。あのお子様たちは、まあ、僕がテレビでニュースを見たときはあのなんで、えー、自分たちが帰省されなければいけないのかっていう,ような、えー、ことを言っている子どもたちがたくさん委員会とインタビューでは、えー、答えていらっしゃいましたねあの世界中の,あのチャンスを奪う若者からチャンスを奪うものだし。 えー、なんか、えー、そういうふうに、えー、言ってる子たちもいればまあ多分あのー、まあ議会にいらっしゃる政治家側からしたらやっぱり親御さんの立場なのであの例えばメンタルヘルスの問題であるとか、えー、子どもたちが不当に比較してしまうというか他者と比較してしまったりあの有害なコンテンツ暴力的なコンテンツだとか性的コンテンツとかを見ることによって、あのー、変な影響をえ得,ない得ないかどうかっていうような。 まあ健全に、えー、若者の精神が育たなないう意味なんでしょうねそういった意味でその規制に、あのー、まあ保護者の方はもう多分反対があのこの法律に賛成している人たちが、えー、多いつまりその子どもたちの SNS d を規制したいっていうような人たちが多いと思うんで まあ、えー、多分、保護者の間と若者との間で、ちょっとなんかもう、意見の食い違いとかあるのかもしれないし、もしかしたら、えー、お子様たちも、ああ、もう自分たちはまだ SNS を利用するべきではないっていうふうに思ってるのかもしれないし、ちょっとそこら辺は分からないんですけれども、まあ、ただ、この問題に関して、僕自身ちょっと思うところは、まあ、果たしてこれ実行できるのかどうかなっていうところが、まず問題としてあるかなと思うんですよね。やっぱり、その、私が見た記事でも書いてあったんですけれども、 SNS の,、まあ SN のえー、プラットフォーム側がこの規制を施行しなければいけないんですよ、施行制度、この規制を遵守しなければいけないんですよ、えー、つまりその、まあ、X だったら X がこの16歳未満はオーストラリアでアクセス禁止にしますというの処置をしなければいけない、ただ、の X の人たちはそれ反対してるんですよね、この法案にそもそも。 あのそれはその人権侵害だって言ってる人、X 側言いてたりとか、えー、まあメタとかもこれはその実効性がないんじゃないかっていうようなことを言ってたりとか。えー、で、多分、これ VPN ってあるじゃないですか。えー、仮想プライベートネットワーク。えー、これあの VPN って何かっていうと、あのまあ例えばえあなたがイランにいらっしゃるとします。で、イランが イランはそのネットとかの検閲とかもき厳しいんで、えー、例えば、アメリカのサイトとか見れないんですよ。えー、見れないというかもう見るのがすごい厳しいんですよ。えー、普通の一般市民は。でそこで VPN っていうのを使うと、自分のいる位置を偽装できるんですね。つまりイランにいながらねしてアメリカにいるっていう偽装ができて、えー、それをで他の国からログインしてるように見えるから、 また実際にイランの人たちって、えー、そういうような形で各国の情報とか実は収集しているんですね。まあ、ロシアの人たちも今そうだと思うんですけれども、ロシアからソーシャルネットワークやってる人とか、多分、えー、あの VPN を使って、今禁止されてるんで、えー、VPN を使ってあの他の国のサイトとか見てるように、えー、できるんですよ。ただこれ、これあの、位置情報だけじゃなくて、年齢とかも、えー、偽装することができるんで、 あのぶっちゃけもうほとんどの場合子どもたちがその VPN であるとか何台であるとか抜け道を使ってあのまあアクセスするっていうことが増えていくと思う増えるというかまあそういう状況になっていくんじゃないかなっていうふうに僕も思っていてそもそもあの技術的にあの子どもたちだけ あのバンするというかアクセスできないようにするというのは本当に果たして本当にできるのかどうかっていうのは、えー、アルゴリズム的にも、えー、課題はあるんじゃないかなっていうふうに思っていて実際にあのフランスとかもなんか規制を考えたよう,ようなんですけれどもちょっと、えー、頓挫したっていうような、えー、事実があったりする技術的に難しいからっていう意味で、まあ、あのアメリカのユータ州とかでも、まあ、あのこのオーストラリアの法律に似たような州法を、まあ、作ろうとしたんですけども結局覆されたりとか。 あまあ、形になっっちゃってて、えー、そういうふうにあのまあなかなかあの実効性があるのかどうかっていうのは、えー、疑問点はつくところですよね正直で多分私的にはこれは1年後に、えー、ちゃんとやれるのかどうかっていうのは、えー、疑問ではありますであの僕自身のその,そのた法律とか技術的な、えー、見解っていうのは置いておいてあの僕自身の、えー、あの まあどう思うかっていうようなことに関してちょっと意見を述べさせていただきたいんですけども未成年の SNS 利用ということに関してまあなかなかあの結論が出てなくって僕の中でもまあ僕がまあえ子供がいないっていうのもあるんですけれどもそもそも独り身なんですけど子供がいないっていうのあるんですけどもし僕が保護者の立場だったら SNS とか見続けてたら子供が なんかこうやっぱりそれは不安になるのかなっていうふうに、えー、気持ちはわかるんですよね <laughs> あのー、まあ今フィルターバブルって言われてるじゃないですか、まあ、エコーチェンバーっていう言葉のまあ、でもあの訳されるんですけれどもあの見たい情報だけをどんどん流してしまう、えーまあ、テレビとか新聞とかっていわゆるオールドメディアって言われてるものって、あのーまあ、見たい情報以外もあの流すじゃないですかそれはいいにしろ悪いにしろ もしかしたら、えー、視聴者にとっては無駄な時間と思ってしまうのかもしれないですけど、自分が欲しい情報にアクセスできない人たちにとっては。えー、ただ、その、一面でそれ多様性もあるだと思うんですよ。えー、新聞とか、えー、テレビとかって。ただ、インターネットだと、あのもう完全にあの自分の好きな情報であるとか、えー、この人にとってこの情報は価値があるってものしか流されてこないから、えー、そうですね、一方的な えー、価値観というか偏見とか、えー、そういったのがあの芽生えてしまうと、えー、やっぱりそういったのって今、えー、政治とかにも現れてますよね大統領選の選挙の結果であるとか、えーまあ、日本運動の選挙の結果とかでも、えー、そういうふうに思われてあ,あったりとかあのデモとかも、まあ、そういうふうな、えー、SNS が今ハッシュムーブメントで起きたりとかもしてますし、えー、なかなかうん あのーまあ、一方的な情報に触れてしまうとそれがいいにしろ悪いにしろ、えー、それだけを見てしまうと。 なかなかその健全な精神の育成っていうのりは中立な物事の見方っていうのはできないんじゃないかなできなくなってしまうんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもただ今中立な見方って僕あの申し上げたと思うんですけどまあこれってある意味あの前の動画でもコメントしていただいた方とかいて僕自身もハッとしたところはあるんですけれどもまあ人間の本質ってやっぱりその偏るのかなっていうふうにえ僕自身は思っているところがあって その方のコメントに僕すごい賛同したんですけれどもやっぱりその例えば SNS がこれなかったとしても人間は偏ると思うんですよそれが多分人間の本来の性能というか本質というか本能というかそういった部分があると思うから、まあ、例えば SNS が全てアクセス禁止になりましたと利用できなくなります世界中で一斉利用できなくなります となったとしても、あのー、まあ、人の本質がもし偏るっていうの、バイアスがかかるっていうのがあるんだったら、まあ、こう、えー、テレビを見たとしても、もしかしたらその一方的なものしか信じないというような形になっちゃうのかもしれないし、えー、ネットの記事を見たとしても、あのー、自分の一方的、自分の好きな記事しか見ないとか結局なっちゃうのかもしれないし、まあ、古来から人間ってやっぱりその、偏るっていう性質が、 あるんじゃないかなって僕自身は思ってはいますよね一方の情報しか目にしないっていうような多分それが人間のキャパシティなのかなって最近僕思ってるんですよあの人間はあのー、つまりその中立なものの見方をできる人が、えー、できる人って言い方すは良くないかもしれない、えー、中立なものの見方をする人っていうのが割合にしてすごく少ない あのー、こっちからこっちの情,ちの情報を取って、えー、こっちの情報を取ってガッチャンコさせて私は70%ぐらいこっち私は60%ぐらいこっちみたいな、えー、そういう考え方ができる人っていうのが、えー、ほとんどいないっていうのが、えー、人間の、えー、生来の本能生来の本質だってもうそこが、えー、今のところの人間の知能の限界なのかなって僕自身は、えー、思いました。 なので何が言いたいかっていうとやっぱりソーシャルネットワークってあの人間にはちょっとオーバースペックというか早すぎたのかもしれないし今現世人類からしたらえその技術っていうものがもしかしたらもともと人の手に負えないものだったのかなっていうふうにえ僕自身は最近ちょっと思うようになったんですよね。これだけ多くの問題とかえメンタルヘルスの問題であるとか えー、これを見て SNS を見て凶悪事件を起こしたであるとか、えー、他者と比較をして病んでしまうとか、えー、なんか性的コンテンツとか、えー、見すぎちゃってなんかこうリアルの恋愛ができなくなるとか。 なんかそういった問題がどんどん起きていったりとか、やっぱり一つの意見に左右されて、なんかおかしな行動に出ちゃったりとか、なんか詐欺に遭って騙されたりとか、なんか別になる必要もないのに、なんか10億円欲しいであるとか、100億円欲しいであるとか、そういうふうに使い切る能力もないのに、そういうふうに思うえまあ人の投稿を見て思い込んじゃって、なんかお金稼ごうとして失敗したりであるとか、なんかそういうようなことがたくさん起きてしまうんだったら、やっぱりその SN、SNS っていうもの自体がもう、 ほとんどの人にとっては、やっぱりその手に負えないものだったのかなって僕自身は思っています。つまりその人間があともう一段進化しないと進化できるかどうかわかりませんが、この、えー、先、えー。じゃない、それぐらいのもうより高度な知能というか、まあ、神の目線ですよね。ある意味その人知を超えた、えー、考え方をできるような えーまあ、人間じゃないですね次の生命が誕生しないことにはその SNS っていうのはなかなかあの使いこなせないそもそも人間今の人,人類の力では使いこなすことのできない、えーま、魔物だったのかなって、えー、僕自身は、えー、思っています。 なかなかそうですよね。最近もそのように思うようになってきて、その中でもやっぱり僕自身、僕もあの若い頃は SNS って本当にうまく使いこなせなかったなってよく思ってますよね。あの、そもそもまあミクシーが出た頃から、えー、僕自身は、えー、触れてるんですけど懐かしいっすよね、えー。なかなかその、やっぱりそれで他者比較とかもするようになってしまって、そこから、えー、旧ツイッターであるとか Facebook であるとか、 ええー、ビルにしろやっぱり僕の場合は他者と比較するっていうことが多かったなと思っております。えー、それでまあ結構、まあ、SNS を途中で全部やめてしまった時期とかもあったりもしたんですけどもまあまあ30過ぎてぐらいから、えー、結構その、えー、客観的な立ち位置まあ年齢もあるんでしょうけど、えー、見方っていうのがなるべくできるようになったきたというかあのやっぱりそのまあ SNS は SNS、リアルはリアルってなんかうまく切り分けられるようになってきたなっていう部分もあるんで、えー、まあ、えー、まあ年齢のせいだ、年齢によるんだとしたら、あの、もしかしたらその、えー、お子様だけ禁止するっていうのは、SNS の利用禁止するっていうのはありなのかもしれないですけれども、ただその、まあ、旗から見てると、あの、年齢だけじゃないなと思って、 年齢以外でも、あの、なんかみんなその、えー、特に年齢がたくさんいってても、SNS で比較しちゃったりする人とかって結構多いなって僕自身は思ったりしてて、SNS なんかメンタルを害されたりとか、あのー、いう人も多いなって僕自身はその、はから見てて思ったりもするんで、やっぱりその、年齢ってやっぱり、その、まあ、わかりやすいけれども、関係ないかもしれないというふうに思ってはいるんですよね、規制するしないにあたっては。えー、なので、やっぱりその、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど、えー、人知を超えた。 もう今の人間の力を超えたものじゃないかっていうふうに SNS は思っておりますなのでこれにどう付き合っていくかっていうものはこれからの世代にアップグレードした人類が誕生することを私自身は <laughs> 祈っておりますなんか壮大な話になってしまったんですけども今の私の考えはこうとなっております皆様はどう思ったでしょうかこの動画もし良いと思った方並びに えーまあえー、役に立ったなと思った方は、えー、高評価並びに、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いいたしますコメントの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いいたしますそれでは